河岸にたどり着いた者よ、君あるいは君たちに頼みたいことがある。サンダルフォンという者に私の言葉を伝えてもらいたい。天使長の座と力を君に継承すると、私たちは最悪の罰を受けねばならない。故に私は滅び、君は空の世界を守るため生きるのだ。サンダルフォンのやつが見てる夢みてえだな。誰かの夢をこうして覗き見るなんてな、不思議なこともあったもんだぜ。生き続けて、いつか天使長としての最後の務め、ルシファーの遺産を破壊してほしい。何を言っている。最悪は俺の。どうしてあんたはいつも勝手に背負って、勝手に決めて、勝手に死ぬな。ルシファーの遺産は邪悪だ。空の世界にとって創世以来最大の脅威となる。ルシファーから奪い封印していたが、こうなっては覚醒も近いだろう。だからどうか、全て終わった暁には君の役割は君自身が決めるといい。空の世界は常に進化を遂げている。私たち天使もまた役割を自然に還元して、ただの命として生きることもいいだろう。世界、そんなことはどうでもいい。俺に天使長の力を与えてみろ。その世界をめちゃくちゃにしてやるぞ。それが嫌なら。無理やりにつなぎ合わされたせいで膨れ反発した、その数だけの自我はもはや存在するとは言えない。目覚めればただ破壊の限りを尽くす力の権化そのもの。これではまるで終焉をもたらすだけの純粋な絶対悪だ。友よ、君はこれを実験体と呼んだが、そこまで神を、世界を否定したかったのか。今となってはそんな問いも意味はない。私はただ空の世界の可能性のためにこれを。今のは何だったんだ。あれもサンダルフォンの夢。でも雰囲気が違った気がするな。何度でも約束を守るために。恐れることは私がついている。その目に焼き付けよ。ここは私に任せてほしい。君の力でやろう。
私が先陣を切ろう。敵を恐れず進みなさい。逃がさん、我ら五国の剣とならん。邪悪なる者よ、去れ。その目に焼き付けよ。私が先陣を切ろう。パラダイスロット。心臓マーク。あとは任せました。皆さん気をつけてください。我らの癒しの力を。恐れることは私がついている。お怪我はないですか？だだだ、ミンカもそうだ。邪悪なる者よ、去れ。息を吐きすぎて研ぎ澄ます。感謝します。パラダイスロット。これで決めます。ここはどこだ？オイラたちの知らない場所みてえだ。綺麗なところだけどよ、なんだか寂しい感じがするぜ。
うん、おいしいよ。本当ですか、ルシフェル様。ああ、君も飲んでみたらいい。はい、うん、まあまあですかね。でもやっぱりルシフェル様が入れてくれたコーヒーにはまるで及ばない。君は厳しいな。いえ、本当にまだまだです。では練習するときには声をかけてくれ。手伝うよ、ルシフェル様。ルシフェル様。得意で君、うん、おい、なんだ、何かこいつに言おうか。君から何か気配、どういうことですか、うん、いや、なんでもない、気のせいだった。ありえない、そんなことあるはずもない。お前も寝ぼけてんのか。だったらどうしたと。おい、言っちゃいました。何だったんでしょうか。そうな、よくわかんねえやつだぜ。